つばめグループとは、一般的なつばめタクシーつばめグループとは、名古屋市に本社を置く、つばめ自動車を中心とする、愛知県、三重県、岐阜県で営業する、タクシーハイヤー、貨物自動車運送事業者グループである。右側の数字は領収書などに記載される会社、営業所コードである。当グループ17社のうち、 自社無線を使う新規ヨスタクシー、安心ネット愛知を除いて、つばめ自動車本社内にある指令センターの無線を使う、名古屋営業圏に属する営業所の車両は、下記の方法により車番を不番している。また、名古屋、西三河北部、西三河南部の3つの営業区域と営業所を持つ、愛知つばめ交通では、下記の通り不番方法が、営業所ごとに異なる。 2007年9月1日デジタル GPS カーナビ自動配車システムが新キオスタクシーを除く全車両に搭載完了したため安心ネット愛知と愛知つばめ交通の無線室は廃止された。つばめグループチームエクセレント2007年ミッドランドスクエア等の開業によりよりハイクオリティな顧客サービスを展開するためつばめグループチームエクセレントが結成された。 このチームエクセレントは、まず、車両が普通のツバメタクシーとは異なり、車両のグレードが高く、それにアンドンが金色であることが言える。当初は、アンドンは黒色で、ツバメの文字が白抜きしてあったが、見えにくく、乗務員から前より、売り上げが下がったと言われるようになったので、現在の金色になった。また、乗務員の制服も変更されており、 より高級なツバメタクシーを演出しているが、値段は普通のツバメタクシーと変わらない。ちなみに、このタクシーの乗務員は、3年以上無事故、無違反で勤務している、ツバメグループの中でもえりすぐりの有料ドライバーが、さらにジャルアカデミーの接遇、マナー研修を終了し、法令等の社内研修を受けて、筆記試験に合格した、同社の HP 曰く精鋭部隊である。 青森県上北郡六古町、秋田県横手市、群馬県伊勢崎市、埼玉市浦和区、新潟県長岡市、長野県長野市、長野県稲市、鳥取県米子市、愛媛県西予市、北九州市小倉北区、福岡県田川市、福岡県久留米市、熊本県人吉市、宮崎県都の城市、鹿児島県鹿児島市及び、沖縄県宮古島市にある、 つばめタクシー、福島県郡山市及び、埼玉県川口市にある、つばめタクシー、札幌市と平区にある、つばめ自動車、東京都足立区、広島市東区にある、つばめ交通との関連はない。かつてはも担当していた。ありがとうございます。